葬式。数年前、夜の12時頃に、その頃付き合ってた S から電話がかかってきた。切羽詰まったような声と口調で、話の内容がいまいち理解できない。外にいるみたいなんで、とりあえず家まで来いと言った。S はタクシーでやってきた。普段はめったに使わないのに。部屋に入ってもなかなか座らないで落ち着かない様子。ゆっくり話してみ、と促すと、S は自分で入れた茶を飲みながらこんなことを語った。仕事を終え、飯を食べて自分の部屋に帰り着いたのが11時30分頃だった。焼肉を食べたので一刻も早く風呂に入りたかった。玄関に荷物を置くと、電気もつけずに風呂のドアを開ける。途端に、もわっと、煙のようなものが顔に。スイッチを探る手が止まった。湯船が、黒い布で覆われている。その上に、白い花束。火のついたろうそくが数本。線香の煙と匂いが充満する中央に、額に入ったモノクロ写真。ろうそくの明かりに浮かび上がる白い笑顔。その目が背景と同じ黒に塗りつぶされている。数瞬の思考停止。やがて足が震え出し、次々と頭をよぎる疑問。葬式？誰がこんなことを？いつの間に？何のために？どうやって？鍵はかかっていたし、窓は閉まってる。となると、これをやった人は今どこに？その時、押し入れの方からかすかに聞こえてきた。暗闇の中、さらさらと紙を一枚ずつ落とすような音。反射的に体が動き、気がつくとバッグをひっつかんで外へ。国道まで無我夢中で走って、そこから電話をした。途切れがちで断片的な印象だったが、S の話をまとめると大体こんな感じだった。泥棒だったらどうしよう。そういえば火事も心配だな。そこで二人して彼女の部屋に行ってみることにした。用心のために鉛管を持って。二階建てのアパートの二階。階段を上がって部屋の前に立つ。音は聞こえないし何の気配もない。ドアを開く。鼻をつく線香の匂い。電気をつけ風呂へ。風呂場は聞いた通りの光景だった。ただ、ろうそくと線香の火は消えている。遺影の目は、炭のようなもので塗りつぶされていた。粗雑で子供の塗り絵のようだった。はあ！背後で悲鳴が聞こえた。風呂場を出ると、S が開いた押し入れの前で口に手を当てて固まっている。押し入れの上段から大量の髪の毛が床にこぼれ落ちていた。半端な量ではない。床に落ちた紙だけで大人一人分どころではなかったと思う。S はほうけたように立ち尽くしていた。なぜか片足が円を描いている。ちょっとシャレにならないということで、俺の携帯で110番した。あれ、髪の毛が落ちる音だったんだ。後ろで S がつぶやいていた。警察が来るまで何度も何度も。
部屋からなくなっていたものは何もなかった。風呂場と押し入れ以外の場所が荒らされた形跡もない。そのせいか、警察は聞き取りしただけであっさり帰ってしまった。指紋とかを調べるのかと思ったが、そんなことはしなかった。ただ、風呂場に置かれていたもの一式と大量の髪の毛は S のものではないことをしつこいくらい確認してから、全部持っていった。翌日から S は俺の部屋に泊まるようになり、それから半月ほどで俺たちは別れた。一緒にいる時間が増え、互いの嫌なところが見えてきたというのもあったかもしれない。けれど、あの日以来、S は明らかに変わってしまった。不機嫌で塞ぎ込みがちになり、一日に一度は突然泣き出してしまう。仕事も休みがちになった。何を食べても味がしないと言って食事を抜く。夜中に目が覚めると、S はテーブルの前に座って鏡を見つめていることもあった。別れてからの S のことは、同僚だった弟を通じて耳に入ってきた。日に日におかしくなる S を家族は病院へ連れて行ったらしい。検査の結果、癌が見つかった。発見時にはすでに手遅れで、一月と経たず S はこの世を去ってしまった。一応葬儀には出席した。壇の上の方には、にっこりと笑う S の遺影があった。鮮やかなカラー写真は、風呂場で見た家の陰鬱とは似ても似つかない。遺体の顔も拝んだ。思いのほかふくよかで、肌も綺麗だった。ただそれは、葬儀屋の修復テクのせいだと後で聞かされた。姉ちゃん、げっそり痩せてたのに、綿詰めて化粧したら、元気そうに見えるんだもんな。説明しながら弟はちょっと涙声になった。カツラもつけてもらってさ、薬の副作用で髪の毛ごっそりと抜けちまってたのに。警察が来るまでつぶやいていた S の言葉が耳によみがえって少し震えた。木の上の子供の影。俺が小学校の頃の話。俺の通う小学校は坂の上にあった。で、みんなその坂を登って登校するんだけど、その途中に大きな木があったのね。ロープが張られて、立ち入り禁止、木登り禁止って札が立ててある。ほとんど足をかけれるような場所もなく、誰もそんなファンキーなことしねえよと思ってた。三年生くらいの頃かな。下校中ふとした瞬間に木を見上げると、上の方に子供がいる。いや、人がいるというより、子供の人影がある。木のてっぺん近く、少し太めの枝に座ってるような影。俺は見間違いだと思って気にしなかったんだ。でも次の日の下校中もやっぱりその影はあった。気のせいじゃないと思った俺は一緒に下校してた友達に聞いてみた。俺はあの木の上に子供みたいな人影が見えない。友達の答えは何もいないよ、気のせいだって。いぶかしく思いながらも帰宅。親に言っても信じてもらえないだろうし言わなかった。そしたら一緒に下校してた友達の A から電話が。今日木の上の話してたじゃん。あの時言えなかったけど、俺にも見えるんだ。でもいくら話し合ったって真相がわかるはずもない。次の日の夕方、下校する生徒もいなくなった頃、A と二人でその木の近くまで行ってみた。周りは薄暗かったけど、
木の上の子供の影は濃く、はっきりと形が見えてた。で、その影は、こちらに向かって手を振った。なぜかはわからないけど、一瞬で背筋が凍って、やばいと思った。隣を見ると、A は影に向かって手を振っている。バカ、帰るぞ。半ば引きずるようにして A の家まで行き、俺も帰宅。次の日学校へ行くと A が来ていない。休みということだったけど、めったに休まないあの A が。下校中、見てはいけない気がしながらも木の上へ目をやった。人影はなかった。帰りに A の家へ寄ってみたけど、熱が出てて会えない。A のお母さんに言われた。三週間ほど A の休みは続いた。その間に四五回は A の家を訪ねた気がするが、A のお母さんはいつも、熱が出てて寝てるのよ、ごめんね、しか言わず、俺も何も聞けなかった。あの影が手を振った日から一ヶ月ほど経った頃、A の転校を知らされた。みんなに挨拶もなく急に転校するなんておかしいと思ったのを覚えてる。誰も理由を知らないし、教師たちも教えてくれなかった。それから10年近く経った今、A とは全く音沙汰なし。最近になって、昔あそこで木登りをしていて落下して亡くなった子供がいたと聞いた。木を切ろうにも工事中の事故が多かったり、工事の器具が動かなかったりで全然進まなかったそうだ。それが本当かどうかもわからないし、A がどうなったのかもわからない。A のその後とつながりがあるのかどうかさえ。子供の影は存在に気づいてほしかったんだろうか。あの時俺がもし手を振っていたらどうなってたんだろう。そう思うことが今でもたまにある。寝苦しい夜。大学時代の話を一つ。一人暮らしを始めて間もなくの頃からか、時折金縛りというものを経験するようになった。眠っていると妙な寝苦しさを感じ目を覚ます。すると決まって体が動かない。頭の中はもやがかかったように不鮮明で、妙な不安と焦燥でいっぱいになっている。胸のあたりが押さえつけられているかのように息苦しく声を出すこともできない。そんな状態が10分ほど続いたかと思うと強烈な眠気が襲ってきてそのまま再度眠りにつく。パターンとしては概ねそんな感じだ。ともあれ、当時の俺はそれが霊現象の類だとは思ってもいなかった。せいぜい生活の激変から来る、俺自身も気づいていないストレスやら何やらなのだろう、と、察して気にもしていなかった。ところが、一年ほど経っても、同じようなことが月に一度、あるいはしばらく間を置いて二、三ヶ月に一度、と続くようになると、さすがに妙な気分になってくる。しかしながら、何らかの対処法があるわけでもなく、また金縛りに会う以外にこれといって妙な体験をしたわけでもないので、たまに寝苦しい夜もあるわな、くらいにしか認識していなかった。ところがまんざらそういうわけでもないらしい、などと漠然ながらも思い始めたのは、それからさらに数ヶ月後のことだった。その夜、妙な寝苦しさから目を覚ますと、いつもと同じように体が動かなかった。呼吸もねっとりと絡みつくように重く、起きた瞬間から根拠のない不安と焦りが脳内をぐるぐると回り続けている。指はおろか声を上げることもできずに、焦点の定まらない視点だけが漠然と室内を真横に眺めていた。そこでふと違和感に気づいた。部屋の中が妙に明るい。
確か寝る前に電気は消したと思ったのだが、寝ぼけてつけてしまったのだろうか。寝床から立ち上がって入り口付近まで歩いていって、胸の高さにあるスイッチを押して。もしそうなら俺は間違いなく無遊病患者だろう。置かれている家具や室内の様子からそこが自分の部屋だということは分かった。だが何かがおかしい。明るさの問題だろうか。いつも俺の部屋を照らしている蛍光灯のそれとは違う、少し前の大きな病院で使っていたような白を強調した光だった。それが切れかけのような薄暗さを伴って室内を照らしているせいで、まるでそこが自分の部屋ではないような微妙な違和感を感じた。そして何より、誰だっけ？先ほどから固定された視線の先、食事やレポートに使うちゃぶ台の前に誰かが座っていた。長い髪と体のラインからなんとなく女性ではないかと思われるその人物がこちらに背中を向けて正座している。もちろん知り合いではない。よしんば知り合いだったとしても、こんな夜中に勝手に部屋に上がってきて無言で座っているような人物に心当たりなどあるわけがない。しばらくその背中を眺めているというよりも指一本動かすことができない状態だったので凝視せざるを得なかったわけだが、と微動だにしなかったその背中がゆらゆらと左右に揺れ始めた。最初は小刻みに震えるくらいから始まり、次第にそうとわかるくらいに大きく。よく中学の音楽室などにメトロノームがあると思うが、イメージとしてはそんな感じだと思う。髪を振り乱すわけでも声を上げるわけでもなく、無言で不規則に揺れる女の後ろ姿。はっきり言ってシュールではあったが、同時に不気味でもある。そもそもいきなり夜中に目が覚めたら見ず知らずの女が部屋にいて、それが揺れ始めたという不条理気まわりない状況に、俺はすでに軽いパニックに陥っていた。そうしてどれくらいが経ったのか、不意に女の体が揺れる方向をそのままに、いきなり床に真横に倒れ込んだ。床に頭をぶつけたのか、ゴトンというやたら鈍い音が響き渡り、そのままピクリとも動かなくなった。まさか揺れすぎて目でも回したか、頭に血でも昇ったのか、はたまた頭を打って気絶したのか。そんな気はさらさらなかったが、声をかけようにも声も出ない。パニック状態で考えもまとまらない。ただ見続けるしかない状況の中で、女の体が少しずつ動き始めたのは次の瞬間だった。小さく身をよじりながら、ゆっくりとこちらを向こうとしているのが分かった。肩口が見え、妙に細くて薄汚れた腕が見え、少しずつその前面が明らかになっていく。できることなら目をそらしたかったが、未だ絶賛金縛り真っただ中にある俺には、それを黙って見ていることしかできなかった。目をつぶることすらできずに、不自由な呼吸だけが荒くなっていく俺の目の前で、彼女は完全にこちらを振り返ったように見えた。女には顔がなかった。正確には長い後ろ髪と同じものが顔の前面にも広がっていた。つまりは頭全体が長い髪で覆われているのだ。だからその顔を確認することはできなかったが、髪の奥から覗く視線のようなものは、なんとなくではあるが、感じることができた。彼女は間違いなく俺の方を見ていた。そして俺が見ていることにも気づいたのだろうか。女は這いつくばるような姿勢でゆっくりと立ち上がると、猫背というにはあまりにも妙な前かがみの姿勢で、俺の方に近づいてきて。不意に襲ってきた強烈な眠気とともに、俺はそのまま意識を失った。目が覚めた時はすでに朝で、室内には誰もいなかった。俺は嫌な汗を拭いながら、昨日のことを思い出す。
夢かとも思ったが、昨晩確かに消したはずの室内灯がしっかりとついたままになっていた。それでも夢だと思い直し、気を落ち着けようと思ったが、残念ながらそれは無駄な努力に終わった。昨日女が座っていたとおぼしき位置のカーペットが黒ずんだ色に変色している。そしてそこから何かを引きずったような跡が俺の枕元まで続いていた。昨晩あれから何があったのか、俺には知る由もない。部屋はとりあえずそれから大学卒業まで住み続けた。それからも時折金縛りにはあったが、女の姿は見なかった。